ケビン・シュワンツ、ケビン・シュワンツ、ケビン・ジェームズ・シュワンツ、1964年6月19日隊は、アメリカ、テキサス州ヒューストン出身の元オートバイ、ロードレースライダー。1993年ロードレース世界選手権、500cc チャンピオン。1988年から1995年までの8シーズンで GP 通算25勝を記録した。 ニックネームはフライング的3。吉村鈴木の契約ライダーとして AMA スーパーバイク選手権で活躍。この当時からウェイン・レーニーとの激しいライバル関係が始まった。1988年より鈴木のエースとしてロードレース世界選手権 500cc クラスにフル参戦。第1戦日本 GP では前年チャンピオンのワインガードナーと激しい。 トップ争いを展開し、劇的な初優勝を遂げる。このシーズンは、雨のドイツ GP でも優勝し、シーズン2勝を上げランキング8位を得る。また、この年には、マカオ GP の二輪レースに参戦。落ち葉を避けるために、ウィリー走行するなど、特徴的な走りで優勝した。シュワンツは、当初、速さこそ見せるが、転倒や、マシントラブルによるリタイアも多く。 1989年シーズンは、タイトルを獲得したエディローソンを上回る最多の6勝をマークするも、同数のリタイアを喫し、ランキングは4位に止まった。ヤマハのウェイン・レイニーとは、1989年日本 GP、1991年、ドイツ GP、1993年日本 GP など、多くのレースで接戦を演じた。1993年、 シュワンツは手堅いレース運びを身につけ、ポイント争いをリードしたが、イギリス GP のもらい事故で負った、怪我のため、終盤戦レーニーに逆転を許す。しかし、第12戦イタリア GP 決勝中、そのレーニーが転倒により、選手生命を絶たれてしまう重傷を負い、引退。シュワンツは順調にポイントを重ね、ポイントでレーニーを再逆転、念願のタイトルを獲得する。 だがレニーをサーキット上で打ちまかし、勝利することを目標としてきたシュワンツは、彼の怪我が治るなら、チャンピオンなんかいらない。と発言し、初のタイトルを獲得した喜びよりもライバルを失った落胆の気持ちを表した。翌1994年は、チャンピオンの証であるゼッケン一、その中心部には、彼の症状とも言える、三十四が小さく記されていた、を掲げて、 連覇に挑むが、左手首の怪我という体のダメージと、最大のライバル、レーニーを失った心のダメージに苦しみ、日本 GP とイギリス GP での2勝にとどまった。同年イギリス GP では、破竹の勢いでポイントを積み上げる本田のマイケル・デューハン対し、負傷した左腕をかばいながらも、果敢にチャレンジを続け、得意のブレーキングで、オーバーテイクに成功。得意とする、 ドニントンパークで優勝し、これがシュアンツにとっての最後の優勝となった。1995年は、第3戦日本 GP を最後に欠場した後、第6戦イタリア GP にて引退を表明、日本 GP からの機との飛行機内で、レーニーとの話し合いの末、引退を決意したという。この時負傷していた左手首を眺めて、目を潤ませながらも、どこか重圧から解放されたような、 すがすがしい姿を見せた。年間チャンピオン獲得数は、勝利数の割には少なく1回であるが、そのスリリングな走りで圧倒的な歓声を浴び、88年から94年まで人気ナンバー1レーサーであり続けた。2013年、鈴鹿8時間耐久ロードレースに、チーム香山から参戦。決勝レースでは、かつてのライバルであるレーニーのレプリカヘルメットをかぶって、 出走した。担当したのは一スティントのみで、前世紀のスピードこそなかったもののベストラップは、チームメイトの2人から2秒ほどしか落ちておらず、伝説のライダーとしての実力を遺憾なく発揮。結果は3位表彰台を獲得した。翌2014年は、同レースに吉村創立60周年を記念して作られた、レジェンドチームより、青木信厚。 辻本聡氏と共に参戦したが、雨の中、スタートとなった決勝レースでは、スターティングライダーの青木が5周目に、同じ吉村チームである、津田拓也に 130R で仕掛けたところ曲がりきれず、転倒。マシンが大破したため再スタートできず、リタイアとなり、シュワンツは走ることなく終わった。細身の長身を生かした、ライディングフォームが特徴。状態を起こし、 長い手足で巧みにマシンを操る豪快なスタイルはロデオにも例えられた。デビュー当初は動画ということもありピノキオボーヤとも呼ばれていた。シュワンツのライディングの特徴には深いバンク角とレートブレーキがある。シュワンツには独走優勝というレースは少なく終始接近戦を展開しゴール付近でブレーキングを遅らせて首位をダッシュし僅差で勝利を手にするレースをよく見せた。 シュワンツの象徴的なレースとして、しばしば、ウェイン・レイニーを最終ラップにスタジアムセクシンの入り口のブレーキングで豪快に追い抜いた1991年、ドイツ GP が挙げられる。首位独走中にクラッシュしたこともあり、トップライダーとしては異例なほど転倒が多かったが、これは当時の RGV がアンマが、ライバルの NSR やユーザーに対してエンジンパワーでかなり劣っていたため、 それを圧倒的なコーナーリングスピードでカバーしようとしていたが、ゆえでもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。